ゴルジェネインターミッションプロローグ。違法改造されたロボット元人形の存在を確認。神たちは正義の季節情報機関月影。この人形自動的に動き始めたね。任せて。はっ、見事な一戦よ長門。いわゆるスパイとして平和を陰ながら守っているんだ。人形の制圧完了。他の状況を見るに。どうする加藤。警察に場所をリークして終わりね。長門了解。陣内了解。任務完了。では撤収しましょう長門、陣内。はぁ、肩が凝った凝った。疲れた。さっきはかっこよかったのに。任務が終わった瞬間これね。お疲れ様だね長門。肩もみもみ。シンが積極的に揉んでくれるとはありがたい。シン様、自ら肩を揉まれるとは、なんという慈悲深さ。讃えよ。今日シン様は新たな奇跡を起こされた。相変わらずオーバーだな、カトちゃんは。ご本、神に捧げる歌を。祝えよ、讃えよ、なんでシンが神なんだろう。あなたの微笑みの中に神を見たのです。どれどれ、シン笑ってみて。こんな感じかな。ニコ。うわ、いる。これは神いるわ。なんなら3体ぐらいいるわ。もうラガモンからかわないでよ。さて本格的にここで寝ようかな。休むなら家に帰って寝て。明日も高校だしね。厳しい。シンたちは高校生をしながらスパイ活動をしている。そしてシンたちには自慢の弟子がそれぞれにいるんだけど、今回は師匠3人組に焦点を当てたちょっとしたお話。ゴルジェネの話数と話数の間のエピソードになるから。だからゴルジェネを読んでいるとより楽しめるわよ。わあ、二人までメタ的に話し始めたら収集が。それでは本編スタート。